yeah uh -huh. えひろゆきさんこんばんは私の父は昔から毎日のように大量の医師や寄せをした影響で体を壊して数年前に仕事を退職してしまいましたこんな状況にもかかわらず医師や喫煙を続け何度も入退院を繰り返していました医師からは酒やタバコを飛べるように言われてますが本人に止める気がないので酒やタバコを買えたいようにお金を渡さないようにしてますが本人は全く納得してませんどうしたら納得してもらえるでしょうかまあ死にたいなら死ねばいいんじゃないのえっ、ー、とあの僕こういう話の時にその親戚の話を何度かしてるんですけどあのうちの親戚が禁煙してストレスで心臓の血管が切れて亡くなったんですよね のであの人間って結構ストレスがあの健康に。 与える悪影響っていうのが大きくて、で、まあ、えっと昔あの日本で一番長く生きた人で伊豆メ長さんっていう人もタバコを吸っていて、で、人類で一番長く生きてた人があのフランス人のおばちゃんで127歳とかあったんですけど、110歳ぐらいまで確かタバコ吸ってたんですよね。で、あのもう自分ではそのあの指がそのあの微妙であのライターつけられないので、あの自分で火つけられないんですけど、そのメイドさんにずっと火つけてもらってタバコ吸ってたんですよ。で、そのメイドさんがあの。 タバコ吸わない人なのでなんかその人に悪いなっていう理由でタバコをやめたんですよね110歳とかで、ね。っていうレベルであの本当にタバコがその体に悪いのかっていうのをあの健康な人がタバコを吸ったら健康に悪いのは事実です。ただタバコを吸って いるる人がスストレななくタバコをやめられるならそれれそは健康に良ですただタバコや酒をやめることでストレスがたまるのであればそれはその人の持病にほって本当に良いのかというのは結構難しいところなのでその越前さんはそのあのあお父さんがそのタバコとそのあの禁止をやめたら健康になって幸せになると信じてらっしゃるのかもしれませんけど逆にストレスがたまって早死にする可能性がある ので他人の,その喫煙だったり飲酒だったりの習慣を変え入ってるのが正しいと思い込むっていうのは僕は間違った正義の場合もあるんじゃないかなと思ってます。